ピヨ二2025から 26DMM バヌーシー一時募集のね、えっ、ー、とぜ、募集中の全頭チェックって感じで、まあ一応だから一口バヌーシーの方のね、あれも含めてですね、まあ一時募集が、えっ、ー、と、十何頭かいて、えっ、ー、と、半分ぐらい売り切れてんのかななので、えっ、ー、と、今日からね、3日連続でできればっていうところで、まずはね、今日は一時募集の 募集中の前頭チェック。で、明日二次募集の募集予定は全部10頭いってから、まあ、満口の馬もね、一口話主じゃなくて POG 用の視点メインでまあ、やってね、前頭チェック済ませようかなというような順番でやっていきたいと思っております。っていうわけで、えっ、ー、と、今ね、残ってんのがね、母名読み上げちゃうね、スイッチインタイム、シスタリーラブ、メジャーマジック、ビンクール、ビビッドビジョン、モードフランス、ジョリー・リュバン、 アイワナシーユー。まあね、この8と、こう、ホームページのね、名前が載ってる順でやっていきたいと思っております。っていうわけで、まずは、スイッチインタイムの23。ヒンバ父コントエイル。母の父がリレオ。落札価格1億7千万円で、まあ、セレクトセール搭載セクション。えー、っと、での落札。募集価格1億2千万円で、立党矢作旧社。出産時の母の年齢が9歳。母、出産時の祖母の年齢が7歳。お母さんはアメリカの G12 章で、 えっと、募集時6月21日の計測の馬体重が公式に出ていて428キロ。ノーザンファームさんの量結でね、落札価格もね、これぐらい競り上がるのは納得っていうコントレイル3区なはずなんですよね。まあ、ね、コントレイル自体もね、あの、機体の新種ゴバで、まあ、セールで買おうと思ったらね、そこそここう、出来が良ければいいほどね、あの、お値段釣り上がってしまう。 この馬の場合はね、おばあさんがアメリカの G1 馬、そこにガリレオを挟んでコントレイルなんで、まあ、コントレイルもね、ディープインパクトと比べたら、まあそこにアメリカの、えっ、ー、と、2歳女王の子供が、おね、あの、種付けした、に、あの、ディープインパクトを種付けしたみたいな脂肪馬でアメリカ血統強いからね、母の父ガリレオっていうのも悪くはないと思うんだけれどもとかね、そう考えるとね、まあお値段つり上がるのも納得。 やはり9社ってことは、ま、期待値も高そうだという中で、まあ、しかしね、この5000万円赤字での募集っていうのをどう見るかってとこですよね。まあ、あの、あんまり考えずに、あの、トータルで考えて、まあ、値段決めてるから、こういうの考えなくてもいいっちゃいいのかもしれないけれども、まあ、ね、あの、そこまで話題にするほどもない馬だっていうことなのかなみたいな気もついしてしまうんですよね。 まあ、特に他のクラブでも、こう、いい馬手のほど値段釣り上げるからね。まあ、そして、二頭目が、シスタリーラブの23。ボバ、父コントレール、母の父ベラミーロード。募集価格9000万円で、立党池安と支給した出産時の母の年齢が16歳、母出産時の祖母の年齢が14歳。お母さんは重症2症の活躍場でお、お兄さんに毎日配3着のダノンアレー えっと、小倉記念3着のディープモンスターと2頭のディープインパクト3区が活躍を見せております。募集時、6月26日付けのバ体重で四で456キロ、まあ。ディープインパクト3区のお兄さん2頭も重症勝ちきってないですし、お母さんも16歳児の3区。まあ、コントレイルの種付け量とかって考えても、まあ、コントレイルのボバで普通の血統って考えたら、まあ、上がね、重症でそこそこ結果を出してるって考えたら、まあ、この値段もあり得る範囲 ではあるんだけれども、まあ、このお値段でも、まあ、普通に自分の持っている繁殖品馬で、まあ、あの、母高齢にもなりつつあるからね、そこまで特筆すべき、こう、魅力がある繁殖ではない繁殖品馬のコントレールン区って考えたら、まあ、9000万円は高すぎ。なんだったらこの、ね、もう一頭のコントレールン区、今紹介した品馬との差額分を、 まあ、この上のね、スイッチンタイムの赤字も、この馬で穴埋めしている,るような感覚があるんじゃなかろうかってぐらいの値段の設定になってる気がしますね。一応あの、ディープインパクト3区といえば、池康俊旧社みたいなね、まあディープが走ったのが、まあ池江パパの旧車で、まあ、旧、旧務員というか、ね、調教助手としてね、あのー、池康俊息,息子が、このね、調教師が、 あの、ほぼ、仕切ってたみたいなことを考えるとね、ディープインパクトゆかりの調教師ではあるんだけどね、それ以上の、こう、ポジティブ要素っていうのは見当たらないのかなと、う気はして、どうしてもね、してしまいます。そして、3投目、メジャーマジックの23、貧馬、父リアルスティール母の父、大和メジャー、落札価格7200万円でセレクトセール、搭載セクションで落札、募集価格4400万円で立東辻の旧車 出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が10歳。祖母総マジックは大歌賞の三着場で、おば、お母さんの妹にマジックキャッスルだったり、ソーダズリング。まあ、活躍場が複数いるような品系ってことになりますね。まあ、募集時というかね、7月29日時点の馬体重が 476kg というふうにね、出ております。まあ、品系にはね、それなりに勢いがあるところなんですけど、これもね、2400万ですか、募集価格の方が安いんですよね。 まあなのでね、あの、セールで買ってきた馬が、募集価格より安くしても大丈夫なからくりっていうのがね、ここ最近いくつかのね、あの、そういう、こういうセール系のね、馬主で見かけますけどね、IT 系の社長がこう、やっとんなって感じのね、募集の感じでね、まあ、これはそれぞれ疑問に思っておいてもいいのかなと。 まあ、ちょっとね、POG 的には魅力薄いし、まあ逆に、うん。まあ、セールがどうであれ、こんぐらいの価値しかない馬、っていうことでね、まあ、出資する人はまあ、そういうところまで含めて見立ててね、まあ、落札価格より随分はね、高い、安いのにね、満口になってないんですね、というような感じはあります。そして、ビンクードの23、ボバ。 父レイデオロ、母の父、絆。募集価格3600万円で、美保の木村旧社。出産時の母の年齢が6歳。母、出産時の祖母の年齢が10歳。祖母の兄、当選冗談は天皇賞、秋の勝ち馬。祖母の弟、当選誉れ募集も京都新聞杯を買って、ダービーが3着だったかな。募集時の馬体重が432キロで、えー、っと、これが6月28日計測ということで、まあ、やや小さめだけど問題ない範囲なのかな。えー、っと、 8月のね、キャロットの間隔だと、これだとちょっと小さいかなだけど、まあそこまでのね、計測時期と比べて2ヶ月早いからね、まあこんぐらいじゃちょうどよく育つかな。まあ、お母さんもバヌーシーで募集されて2勝を上げています。まあ、ただ、ね、あの、今年種付け等数を大幅に落としたレイデオロの3区で、あの、ウィンドウィンハーヘアのインブリードがね、そあの発生しているパターン。 まあ、母の父、ディープだと、ウィンドウインハイヘアの 4×3 だから、4×4 になるやつかな。まあ、なので、和体が小さく出がちとかっていうふうにね、よく言われてるんだけれども、まあ、その場合にはね、あの、ボバってこともあって十分な大きさには出てるんでね。まあ、ただ、どっちにしろね、あの、おばあさんの兄弟の活躍場もやや晩成すぎる、まあ、やや晩成の印象があってね、まあ、早期から活躍して、まあ、双葉は先代よりかんばしみたいな感じになりきれてない。 みたいなね、決闘っていう感もあるんでね、まあ、これもまあ、ただまあ、旧社もね、農山で言えば一流のとこですしね、まあ、売れ残ってる一時の中から、こう、チェックしていくんであれば、まあ、えっと、ウィンドインハーヘアの不安、クロスの不安要素である馬体の小ささも出すぎてないですし、まあ、馬体がね、成長していく様子を見てから指名する分には問題ないのかなという気はします。 そして、ビビッドビジョンの23、牝馬、父北三ック、母の父、バーティフォーマー、落札価格3100万円で、セレクトセール搭載、セクション、募集価格3400万円で、美本の上原祐希休止、出産時の母の年齢が5歳、母出産時の祖母の年齢が10歳。 祖母の姉に G12 章のタピッツフライ、母のいとこに G16 章のグランアレグリアという血統ですね。馬体重は435キロ6月27日時点ということで、まあ、グランアレグリアがね、走ったからその品形を持ってきたいっていうね、意図はね、もう明確な品形ですよね。まあ、例えばね、あの同じ品形を導入するっていうパターンであれば、 まあ最近であればね、ジェンティルドンーナー三冠品馬の品系がね、まあ、ジェンティルドンーナーを含めて姉妹も含めて走ったところを受けて、まあそのいとこっていうことでね、血統を探してきて、日高で生産されたのがロジャーバローズとかね、まあ、成功パターンではあるんでね、まあ意図はわかるし、馬体もね、そんなに小さく出すぎてないんでね、これも注目には値します。まあそしてね、これはちゃんと利幅は取ってんですけどね、まあ旧車も若手だし、まあそこら辺踏まえて、 まあ、これもね、まあ、ただ今後伸びていきそうな厩舎にも入ったし、こういうクラブであれば、まあ、そうやってね、あの、若手の調教師の先生と一緒にこう、見守っていくみたいなとこあるんで、こう、若手の先生の成長とともにね、あの、クラブの成長も見守っていくみたいなノリで、まあ、これはね、あの、出資候補になりえるんじゃないかなと、まあ、今後のね、まあ、もちろん、 口数もう残口数とのね兼ね合いもありますけれども、要チェックだとは思います。まあ、そして、モードフランスの23、牝馬、父マインドウィアビスケッツ、母の父浅草キングス、落札価格1900万円で、セレクトセール搭載セクション、募集価格2200万円で、美本の宮田旧社ですね。出産時は母の年齢が7歳、母出産時の祖母の年齢が21歳、おば、お母さんのお姉さんに、オークスを買ったサンテミリオン。 募集は体重は7月29日時点で4 7 8キロただお母さんはね、地方の家畜らしかないですし、お姉さんのオークスも同着っていうことになってるんで、どっちが先着してたか、拡大に拡大を重ねてね、これもう一回拡大したらどうなったかわかんないですからね。まあ。 あの、三冠を取ったことにしたいか、かパパネ、ね、金子誠への忖度なのか、逆にそこをね、あの、曖昧にしておいてもいいっていうね、勢力で。逆にさんっていうのね、まあ、あの、タイムマシンでもあれば将来わかるのかもしれないですけど、というところでね、まあ、 そういう決闘。まあ、なかなかね、その後、サンテミリオンのこの品系、結果出してないんですよね。なかなか活躍場を出していないという点では、パパネとサンテミリオン、水をあけられたかなというか気はしますが、まあ、とはいえね、宮田厩舎もね、若手の中では比較的注目株というかね、金鉄に並ぶね、まあ、あのノーザンファームの餌やりし軍団というところを考えると、まあ、比較的注目に値する厩舎で、まあ、比較的注目に値するね、落札ではあるんですけれども、 まあ、これもね、腕残ってんで、まあ、母の父、浅草キングスっていうのがなかなか目立たないケットで、ね、あの、もし、だからこそっていうところあると思うんですが、まあ、これもなので、様子見できるんであればって中で、まあ、そこ、そこ悪くはない気はしますね。まあ、そして、えっと、ジョリー・リュバーの23。 ボバ、父マクフィー、母の父のベリーストラックス、募集価格2000万円で、えっ、ー、と、名古屋屋富の川に支給者ですね。出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が14歳。祖母の兄に倒壊していく三着のタヤスアンティームなど、まあ、スカーレット一族って言われる中で、まあね、あの、ダイワスカーレット、ダイワメジャーのね、あの、草熟芝の分子とか、バーミリアンとかサカラートがいる、草熟ダートの分子、 と比べてやや地味なえっ、ー、と晩成ダートからまあ等格を表してきた分,分子ということになりますね。お母さんはね。その中では芝で脂肪を中心に読書を挙げているんですが、まあ、また地方に入れたってことはね。まあ、やっぱだから晩成ダートのね。メインの品系とは言えそうで、まあ、長く楽しむっていうところが一つ目的にはなってくるのかなっていう気はしますね。まあ、もちろん。あのー。 地方に入れるってことは、まあ、JRA でも通用しそうな、ね、バックボーンがある品系ですから、まあ、長く、そして上級の条件で楽しみたいなと。まあ、例えば東海ダービーだったり、そこからね、あの各地区への遠征だったりっていうことまで夢見てですね、まあそういったところができそうな、こう、っていう意味で言えば、まあ、ね、あの、最近そういうのをね、各地の地方競馬に、こういうトップクラスの資質がというか、 まあ、各、各、その競馬場で多く稼げそうな馬っていうね、あの、いい馬を入れる馬主って増えてきましたからね。まあ、兵庫でもね、この間引退したギ義とかそうでしたね。まあ、そんな感じでね、あの、この馬も期待できるっていう風にね、あの、言われてはいますね。まあ、それを信じられるんであれば、逆に、まだそういうことをやっている人が名古屋では少ないので、まあ、あの、名古屋で1億稼いで、まあ、 っていうね、そういう活躍を期待したいかなという気もしてくるところというかね、まあ、DMM さんのね、あのとねこのこう地方転出の際には一番お世話になっている旧社っていう感じで、掲示板も盛り上がってたんでね、まあ、一緒に夢を見たいっていうのを信じられる人にはね、あの賞金1億円チャンスっていうのはあるんじゃないかなというふうに思います。 そして、アイワナシユーの23、ボバ、父、奇跡、母の父、ステイゴールド。募集価格1000万円で、見本の辻9社。出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が5歳。祖母、ワナダンスはアルゼンチンの G1 勝湯まで、えっと、7月1日時点の馬体重で三で390キロ。まあ、現4歳のお姉さんが地方転出して、ようやく初勝利を挙げてましたが、このアイワナシユーとかって名前も、こう、記憶されてんのがね、まあ、DMM の本当初期の、 こう、コンスタントに走ってくれた馬という印象で、まあ、それゆえにね、あの、お姉さんも DMM バヌーシーの名義であり続けながら、3年かけて初症したのかな、まあ。そんな感じのノリでね、あの、DMM さんも、まあ、もちろん、こう、セレギーの高額落札で目立ちつつも、初期にね、入れてた馬たちの関係の馬っていうのを、まあ、比較的大事にし続ける一口クラブとしてね、 まあ、あの、馬主の疑似体験っていう中で、まあ、それこそね、まあ、馬が残っていくのは当然として、まあ、ハウスシュボバというかね、そんな感じで、北のコマンドールとかね、あの辺の3区もいたりして、まあ、非常にこう、ストーリーっていうのをね、うまく作ってやってるうちの一頭かなっていうのはあるんでね、まあ、そのストーリー最初から追ってきて信じてるよっていう人がね、長く続ける分にはいいのかなと。まあ、もちろん、まだ売れ残ってはいますが、 まあ、様子見してる既存会員の方だったり、まあ、はためでね、あの、最初の初期のストーリーを覚えてるけど、まあ、こっから、今これでね、乗るチャンスがあるんだったらいいなっていう人だったりね、まあ、もちろん、この馬体重じゃね、ちょっと小さすぎる嫌いは今のところあるけれども、まあ、成長してるのを見届けて、まあ、もしくは、 まあ、地方転出してから長くとかでも、このね、あの、一口話で馬持ってますよっていうノリでね、あの赤字、ある程度赤字でも乗っていけるって人も含めてね、まあ出資を検討する人っていてもいいのかなと。まあ、長くこう、長い目で見てね、使ってくれるクラブであることは間違いないっていう前提でこの馬にね、向き合えるんでね、まあ、小口のクラブの安い馬で長くこう、 一口話やってますっていうには一つ最適な回答えの一つになり得んのかなみたいな気はしますね。まあ、キャロット会員で追加で見てこうっていう気もあんまりしないですけどね。僕個人で言えば。まあ、そんな感じでね、また皆さん、ね、あの残りもチェックしてくんでチャンネル登録とよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。